初め大会概要なんですけども、7月26日水曜日、新木場ファーストリングで、名称グロース GPS 工業グロースとして、開催させていただきます。でこの度ですね、そういったヒーロー以外の、バリアフリープロレス以外の、いわゆる通常の興行の大会名をグロースと名付けまして、今後ヒーロー以外につきましては、グロースのナンバリング大会ということで、行っていきたいと思っております。いきなりメインイベントなんですけども、3月20日のヒーロー15と、同じくですね、弊社所属の、コナミとそれから、ピュア J の、を率いる、コマンドボルシェさんを軸にしたタッグマッチを行います。コナミ &XVS、コマンドボルシェイ&X、現時点で対戦相手はまだねちょっと決まってないんですけども、お話しください。はい、私は今スターダムさんにレギュラー参戦させていただいているんですけども、そちらの方でアーティストのベルトを取りました。私の目標はスターダムでの目標はスターダムにある全てのベルトを巻くことなんですけど、一方で今発表されましたボリショイ選手、ボリショイ選手とはシングルが過去に2回したことあって、で前回のヒーローでタッグマッチだったんですけども、全て関節技で負けてます。自分が得意とする関節技をボリショイさんのテクニカルな関節で切り返されて、最終的に全部ギブアップで負けるっていうのは自分としてもすごい悔しいことですし、でゴールデンウィークにありましたピュア J さんの興行では3ウェイでなんとかボリショイさんから3カウント取れたんですけども、それはまあ偶然と言いますか、隙をついての3カウントだったので、まだまだ納得できてない部分があります。ボリショイさんからもその時にまたシングルマッチしようっていうことを言っていただいたので、今回このカードが組まれたからには私は絶対ボリショイさんにギブアップで勝ちます。もう一つのカードなんですけども、こちらは、男子のシングルマッチになります。打点アメリカ選手権試合として王者ワイドセブンと、それに対して挑戦者ワイドベア、ワイド軍団同士の、タイトルマッチでの一騎打ちということになります。追って、2人のコメントが、送られてくることになってますので、それはまた、別途発表させていただきたいと思います。カードは未定なんですが、その他の主な、参戦していただく選手ですね、火炎隊道場からエリナ選手、マーベラスから、モモのミオ選手、門倉凛選手、それから、イーグルプロレス、ワイド軍団から大野ワイルド庄司、火炎隊道場から洞口義弘選手、バトルエイドからライデン選手、プロレスリングウェーブから飯田美香選手、そしてフリーの佐紀選手で、私ども GPS ヒーローの聴覚障害レスラーで、あります友龍選手、そして、パンクラスイズムから、伊藤隆文選手、フリーの保坂秀樹選手、そして現在フリー元 UWF の、中野達明選手の、参戦が決定しています。で、まあその他も、何名か、現在オファー中ですので、こちらも決定して発表させていただきます。リングアナウンサーとしてマルヒというふうになってますけども、これは実はすでに決定してるんですが、現在取りかかってらっしゃる仕事がありまして、それが終わったらの発表にしたいという、ご本人さんの意向で、今日のところはマルヒとさせていただいております。
で発表できるタイミングになりましたら改めて記者会見を開いてこのリング、アナウンサーさんを発表しようと思っています。記者会見をそのために開いても、何ら違和感のない、それにふさわしいリングアナウンサーだというふうにお考えいただければ幸いでございます。そうですね、自分が信頼している最も頼りになる女子の選手を自分は希望してますね。はい、堀翔さんは自分にとってもすごい大きな壁だと思ってるんですけども、前回、前々回全部ギブアップ負け、今回は絶対に自分がギブアップで勝ちます。現在ですね、私どもの練習生として、一緒に練習を始めました、押切裕二、29歳、167センチ、82キロでございます。で、簡単、花形簡単なんですけども、今年の1月まで、競輪の A 級レーサーとして、活躍しておりました。でまた、高校時代、大学時代はウェイトリフティングをやってまして、東北大会でね、優勝したという経験もあります。で聞いたところですね、どうして高校時代にウェイトリフティングを始めたのかというと、まあレッスンやりたかったからなんだよね。でまあいろんなことがあって競輪に行ったけども、競輪をやめたからにはまた、プロレスラーへの夢というものが出てきたというふうに聞いています。じゃあちょっとご挨拶。はい、この度、GPS プロモーションさんに、そこにあった押切裕二と申します。かつて、夢であったプロレスラーに、なろうと思い、一生懸命頑張っております。とかよろしくお願いします。お願いします。まあ、子供の頃から、憧れてるレスラーは一人だけで、獣神サンダーライガーさんに憧れを持っていました。小さいながらも特徴的で面白いプロレスをやっていることだと思いまして、あと会長と社長さんもすごくざっくばらんな人で、すごくプロレスが好きな人たちだなと感じましたので、ここなら頑張れると思って GPS プロモーションさんにお願いすることにしました。押切君のプロレス転向っていうのは何て言うんでしょう、諦めない心っていうのを体現するいい例として、私たちもすごく大歓迎してます。だから、じっくりね、焦らず、デビューを目指して頑張ってほしいなというふうに思っております。皆様、これから一つよろしくお願いいたします。はい、で最後になりますけども、今ちょっと言ってしまったんですが、ヒーロー16、バリアフリープロレスの方のヒーローの16の開催も決まってまして、これは9月の16日、土曜日です。高島平区民館ホールにて、開催いたします。まあ、そこら辺はですね、参戦選手のカードも含めまだ全く白紙の状態ですので、何か決定したら随時、発表していただきたいと思います。